おはようございます。石くんチャンネル、今日も始まりました。石くんです。今回もね、見てください。愛車紹介です。今回もね、ハイエースですね。早速ねオーナーの方に登場していただきたいと思います。こちらの方です。どうぞ。またこんにちは。こんにちは。あきる野市の方から来た古谷と申します。はい、古谷さんの、今回はですね、古谷さんのハイエースですね。これがまた綺麗に作られた、恋車ということで、はい、今回非常にね、楽しみに、来たんですけども、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそれでは早速紹介の方をしていきたいと思います。ということでね、早速、外観の方から、見ていきたいと思います。はい、はい、ということで、早速横を見てみると、ここにいきなり石くんステッカーですね。石くんと無名会ステッカーがあったりますね。古谷さんといえば、無名会ではなく、餃子会の餃子会ですの会長さんということで、会長というかそういうのまだ作ってないんですけど、はい、まあ、実質そうなると思います。はい、はい、そうですよね。もう本当に古谷さんはみんなから慕われて、いや、ありがとうございます。羨ましい限りです。はい、ということで、続いて、このオーニングですね。オーニングと古谷さんの車といったらこれなんすよね。これはこれヒットした時に、はい、その差を照らせる LED です、はい、ものすごい明るいですもんねこれね。これならヘッドライトなんか全然いらないですもんね。近くならね、うん、これはもうものすごくいいアイデアだと思います。そして、またこの横の英語読めないですけど、おしゃれですねこれ。そうですね。僕も読めないです。こんな感じになってますね。このまたバンパーガードもかっこいいっすね。これごついっすね。そうですね。はい。これはなんていうやつなんですか。名前わかんない。これ実際に肉なんですよ。肉。ああ、はいはいはい。ちょっと四駆に見せたくて。ああ、はいはい。ちょっと四駆。ああ、はいはい。タイヤもこれブロックタイヤですよね。ね。はい。ごつい。非常にねごスタイリッシュでかっこいいハイエースになってますね。それじゃあね早速中の方見させていただきたいと思います。はい、まずスライドドアを開けると、はい、手作りです。手作り、はい、これ手作りの、はい、レベルじゃないっすよね。わーですか。ですね。あ、ここに虫くんステッカーが貼ってあります。はい、もう早速。ありがとうございます。はい、ここにはバッテリーがあって、こっちセンサー類ですね。はい。そしてこっち、これって収納になってるんですか。そうです、これはもう全部。うわ、すごい。食料とガス類と、食器類的なものが入ってる。はい、うわ、すげえな、これ。うん、そうですね。だからもうデッドスペースも全部、はい、これあの冷蔵庫のスペースだってこれ余ったんで、ああはいはいはい、もうこう、ああキッチンペーパー、うわ、はい、綺麗に、うわこっちも収納、これも収納ですね。はい、うわすごい、はい、はい、ここもまた、そうですね、あのバーベキューの、はい、ちなみにこれは作んないですよね。これは化粧板っていう板を買ってくるんですね。はい、それで自分で組み立てて、え、自分で組み立てて加工して、あの寸法、いや、こいつに適用できるように自分でやったわ。はいはいはい、自分でこう物を置いて、はい、サイズ合わせて、はい、加工して作ったんです。うわすげえ、はい、こんな、まあ俺には無理っすよね。だってここなんかすげえぴったりぴったりやぞ。すごいでしょ。これすごいっすよ。どうやって切るのかがわからないです、俺には。ダンボールで一回毛書きするんです。ああ、はい、はいはいはい。あと切ってるんで。ああ、点数を起こすような感じですね。はいはいはい、うわすげえ、はい、でこっちはこうなって、あ、ここに丸バージョンも貼ってありますね。はい、ありがとうございます。でこっちも上に物置になってて、ふわーすげえ、これはいいですね。はい、快適です。はい、横はこんな感じになってます。続いてじゃあ後ろを見ていきましょう。はい、後ろもまた、こっち後ろにはセンサー類が入ってますね。知る人ぞ知るセンサーですねこちらは。でこっちももうだからもうデッドスペースっていうのがないですね、この車にはね。デッドスペースを有効活用が、はい、はい、
へえ。でこっちも後ろも、あ、これはもう一つの引き出しになってるんですね。まあ、これも定番の腕なんですけどね、はい、なんかえらい軽く引くんすねこれね。中もめちゃくちゃ綺麗。これももちろんじゃあ自分でやったんすよね。はい、どうやったらできるのかが分かりません。俺も教えてほしいです。でここは竿が6本入るようになってますね。でまた竿こっちにもね、なんかいろいろ入れる気になれば入りますもんね。入りますね、うん、はい、でこっちもこっちもピトンをいつも入れてます。ああ、はい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 、ひしゃくと餌類ですね。いや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 、やっぱこのでかい引き出しってのもかっこいいっすね。ですね、はい、うーん、へえ、すごい。まあ、はい、で横っちょ、うわこのスペースもいいな、うん、餌から何からな、大きいものは何でも入りますもんね。もう後ろで全部完結できるように、はい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 、うん、ああ、うん、いやいや非常にね考えて作られた、うん、いい鯉舎だと思います。うらやましい限りですね。俺もこんなの乗ってみたいですね。すごい、バケツ奥行きもあるんですね。やっぱりあります、あります。うん、このこれ何リッターですかこのバケツ。でかいっすよね。それ20以上あるかも。ありますよね、20以上ね。それが2つ、はい、いやいやいや、すごい。うん、やっぱどうしてもこの収納っていうのが必要になってくるんでね、小医者っていうと。ちなみに布団は羽毛布団です。羽毛布団、マジっすか。俺なんか島村の安い布団ですよ。ね、まあこんな感じでね、はい、非常に、まとめられたいい車だと思いますこれは。うん、見かけたら皆さんお願いいたします。はい、ぜひとも、はい、ちょっと見た目はねちょっと怖いかもしれないんですけども、実際会ってね喋ってみるとねとてもいい方なんで、はい、皆さんどんどん、見かけたらね、声の方かけてもらえるとありがたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ古谷さん、はい、なんか後ろにもう一台ハイエースがあるようなんですけども。一応仲間なんで声かけてください。仲間のハイエース、こちらはスーパーロングですね。すいません、ちょっと今、はい、石田が、はい、さっきちょっと石君取るからっつって、はい、呼んだんです。ちょっとトイレ行っちゃったからちょっと今いないんですけど。ああ、そうですか。じゃあまだね完成そんなしてないんですよ。はい、ああはいはい、ちょっとあの見てもらって、本人いないんですけど。ああはいはい、はい、じゃあいいですか、紹介してもらっていいですか。はいはい、じゃあ、じゃあ、はい、こちらハイエースのスーパーロング。どこ行っちゃったんだ。あ、違う、行きますわ。うん、やっぱでかいっすね。うん、いないっすか。どっか行っちゃいましたか。ノブいないですか。あ、じゃあ、大丈夫ですか、勝手に開けちゃって。はい、片付けたからあいつ。ああはい、ロクさんなんで。ああ、そうなんですか。寄ってもらって、はい、中見えますか。はい、あ、じゃあ中早速見ていきたいと思います。あ、おはようございます。あ、マジで。あ、いや、いないと思ったら、あ、おトイレタイムだったんですね。いや、でも車にトイレついてるっていいですね。トイレ、はい。あ、はい。じゃあまた次回ということで、こっちのハイエースの方はね、はいはい、ハプニング、面白いハプニングが起きましたね。はい、ということで今回の愛車紹介の方終わりにしたいと思います。古谷さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、はい。